くよです。葵だぜ。さて、ちょっと前には突然他界した有名人を紹介したが、今回もまた同じような話をしようと思うぜ。また気分が落ち込んじゃいそうだな。ただ今回は一昔前に活躍していた芸人さんの話だ。ほほう、それじゃ私は知らない人たちなのかな。ああ、つくよみたいな若い人だと知らない人も多いだろうな。それじゃ早速始めちゃうぜ。オーケー、お願いします。まずは初角や千歳さんだ。つくよはこの人を知ってるか？すみません、ちょっとわからないです。千歳さんは1938年生まれの漫談家で、ビートたけしさんとビートきよしさんのお笑いコンビ。2ビートの師匠でもあるんだぜ。おお、たけしさんの師匠ってめちゃくちゃすごい人じゃん。千歳さんは1953年にジャズシンガーを目指して福島県から上京したが、1960年に漫才コンビを組んでデビューすることになる。そして1968年に初角や千歳宮田洋館というコンビを結成すると、1969年から3年連続で NHK 漫才コンクールで本戦まで残ってその知名度を一気に上げたんだ。ふむふむ。1974年頃から千歳さんはテレビやラジオでも活躍するようになり、もともとジャズ歌手を目指していたこともあって同様の夕焼け小焼けをジャズのリズムで歌って、メルヘン漫談と呼ばれるようにもなる。そしてその後わかるかなー、わかんねえだろうなーというフレーズが大人気となり、1975年にはシングルわかんねえだろうなをリリースしてそのレコードが160万枚も売れたんだ。ギャグをレコードにしてそんなに売れちゃうってすごいわね。どれだけ人気がすごいものだったのかがよくわかるでしょ。他にもイエーイって決めるピースサインのポーズがあったりで、千歳さんは1970年代に圧倒的な人気を集めていたんだ。そんな人が突然他界してしまったっていう話なの。ああ、2022年の2月17日に心不全が原因でな。その20日ほど前となる1月28日に、千歳さんは風邪をひいたことをきっかけに急性心筋梗塞を発症し、緊急入院したが、2月17日に容態が急変してそのまま帰らぬ人となってしまったんだ。風邪がきっかけで心筋梗塞になっちゃったりもするんだ。その時千歳さんは84歳とご高齢だったしな。でも入院する直前まで YouTube で動画を配信するなど現役の芸人として精力的に活動していて、他界する1ヶ月ほど前には CD も発売してたんだぜ。それじゃ本当に突然のことだったんだね。だな。だから1970年代の活躍を知ってる人たちは特に驚いたようだ。それにしても84歳で現役だったってすごいな。お次は内海恵子さんだ。内海恵子さんは1922年生まれの芸人さんで、1950年に結成した女優漫才コンビ、内海恵子吉江で活躍した人だぜ。その人は私のおばあちゃんが好きだったから知ってるよ。三味線を持ちながら時事ネタの漫才をやってたよね。そうそう。そのコンビはテンポのいい漫才で人気を集め、1997年に相方の内海吉江さんが、他界した後も内海恵子さんは三味線を持ちピン芸人としてずっと現役だった。1922年生まれなのに最近まで現役だったの。ああ、芸歴80年以上で現役の芸人として最高年齢を記録してたんだぜ。いやそりゃすごい。そんな内海恵子さんが芸人になったきっかけは、三味線や日本舞踊を学んでいた1935年に舞台からお呼びがかかるようになったことで、16歳の時に漫才師として東京の浅草で初めて舞台に立ったんだ。16歳で漫才デビューしちゃうなんて聞いたことないよ。やばいよな。それで1950年にまだ14歳だった内海吉江さんを弟子にとってコンビを結成し、1958年に NHK 新人漫才コンクールで優勝すると、その後は女優漫才の草分け的な存在としてお笑い界を引っ張っていくことになる。ふむふむ。その活躍によって様々な賞も受賞していて、1982年には漫才師として初となる芸術選奨文部大臣賞も受賞する。そして内海恵子さんはピン芸人となった翌年の1998年に漫才協団の5代目会長に就任し、誰もが認める日本を代表する芸人さんとなっていた。確かお笑いコンビのナイツが弟子だったんだよね。そうそう。内海恵子さんは浅草で活動して有名になった芸人さんたちからも慕われていて、ナイツは漫才の中でもよく内海恵子さんをいじって笑いを生んでいたぜ。そんな感じでみんなから愛されていた師匠だったが、2020年の1月に心臓を悪くして入院すると、その翌月には誤嚥性肺炎も発症して点滴治療などを受けるようになる。そしてそれからおよそ半年後となる2020年8月22日に多臓器不全によってこの世を去ってしまったんだ。1922年生まれってことは何歳だったんだろ？97歳だったぜ。だからまあ大往生ってやつだな。
そんなお年まで現役をやってたってちょっと信じられないような話ね。ちなみに2010年からはツイッターもやってて49万人もフォロワーがいたんだぜ。マジですか。他界する直前までツイッターもやってたの。さすがに他界する前はツイッターへの投稿がなくなっていたそうだ。だからフォロワーの人たちは何かあったのかと心配していたようで。訃報が報じられた時にはネット上でも悲しむ声がたくさん上がってたぜ。いやーでも97歳って本当大往生だよね。私もおばあちゃんになるまで現役目指しちゃおうかな。おばあちゃんのゆっくり解説とか斬新すぎるでしょ。意外と人気出るかもよ。とんでもなくゆっくりな解説になりそうだけどありかもな。それじゃ次行くぜ。お次は立川楽長さんだ。楽長さんは1954年生まれの落語家さんで、もともとはお医者さんだったというちょっと面白い経歴を持つ人だぜ。何歳の時に落語家の世界に入ったの？それは2000年の話で、46歳の時に立川志らくさんの弟子になったんだ。46歳。でもその時お医者さんを辞めたわけじゃなくて、2002年には東京に内科の病院を開設してたんだぜ。本当にバリバリのお医者さんってことじゃん。そうだぜ。楽長さんは大学の医学部を卒業後、内科の臨床と研究に従事していて医学博士でもあったんだ。だからその立場を活かしてヘルシートーク、健康落語といった新しいジャンルで落語家として活躍してたんだぜ。へえ、それってどんな落語なんだろ。面白そうだね。実際面白くてマスコミでも評判になり、全国の保健所や行政施設、企業、健康保険組合とかでも講演してたんだ。そして2015年には真打ちに昇進もしたんだが、67歳だった2021年の5月2日に病気によってこの世を去ってしまったんだな。何の病気だったの？病気の内容についてはご遺族の希望で公表されてないから不明となってるんだ。そうなんだ。師匠の立川志らくさんもショックだったんじゃないかしら。楽長さんは志らくさんよりも10歳ほど年上だったんだが、訃報を聞いた志らくさんは、年上でも弟子には違いないので師匠より先に行くやつがあるかという思いですと語ってたぜ。10歳も年上の弟子を取るってちょっと複雑な気持ちになりそうね。そう、だから最初は弟子入りの話を断っていたという。でも夢を叶えるラストチャンスなんです。という楽長さんの熱意に押されて弟子にしたそうだ。ちなみに志らくさんは楽長さんから命を救われたこともあるらしい。それは医者もやってからってことかしら。そうだ。楽長さんは志らくさんの体調不良を見抜いて検査をし、それがきっかけで志らくさんがバセドウ病を患っていることが分かったという。志らくさんはその時放っておいたら3年ぐらいで心筋梗塞を起こして倒れていたでしょう。と言われたそうだ。しかも楽長さんの奥さんはバセドウ病の専門医だったんだぜ。何それすごい偶然じゃん。だからその時志らくさんは楽長さんに、お前は俺の命を救うために弟子になったんだなぁと感謝の言葉を伝えていたそうだ。なんだか運命みたいなものを感じちゃう話だねー。お次は林家こん平さんだ。こん平さんは1943年生まれの落語家さんで、1966年に笑点が始まった時から大喜利コーナーで活躍してた人だぜ。いつもハイテンションでチャラーンって言ってたよね。挨拶の締めで会場にいる人たちと一緒にやるのがお決まりになってたな。コンペイさんって明るいキャラだったから訃報を聞いた時はびっくりしたよ。子供の頃からずっと見ていたっていう人も多いだろうしな。確か病気で、っていう話だったよね。ああ、2020年の12月17日に誤嚥性肺炎によってこの世を去ってしまった。晩年は闘病生活を繰り返していて、最初は2004年に笑点の特番に出演した後倒れてしまい、2005年7月に難病の多発性硬化症であることを公表する。そして笑点のレギュラー出演からも退くことになって闘病生活を続けていたが、2013年には糖尿病による壊死によって左足の指を3本切断し、その影響で心肺停止に陥ったこともあるんだ。それじゃもう最初に倒れた2004年からずっと闘病生活をしてたんだね。そう、2019年には小脳梗塞にもなっていて、その時は手術をせずに投薬治療によって回復していた。だけど2020年4月に体調を崩して再び入院するとあと数ヶ月であると医者から余命宣告を受け、こん平さんは自宅で最後を迎えたいと退院して療養生活を送っていたんだ。余命宣告まで受けてたんだ。ちなみに余談だが、日本航空123便が墜落した有名な飛行機事故が1985年に起きたでしょ。その時墜落した飛行機にこん平さんを含む笑点のメンバー8人が乗りそうになっていたという話があるんだぜ。え、そうなんだ。8人が乗る予定になっていた飛行機が悪天候を理由に大幅に遅延していて、その時一つ後の便だった123便に乗ろうかという話になったそうだ。でもこん平さんがいいじゃないか。決まった便でゆっくり行こうよ。
と言って墜落事故から逃れることができたんだな。うわぁ、間一髪だったんだね。そしてメンバー8人が墜落事故のことを知ったのは、飛行機から降りて宿泊先のホテルへ向かうタクシーの中だったという。だからコンペイさんの一言がなかったら笑点の番組そのものが終わっていたかもしれないと言われてるんだ。事故を知った時はみんな生きた心地がしなかっただろうね。それじゃお次は小松政夫さんだ。小松さんは1942年生まれのタレントさんで、主にテレビ番組や舞台でコメディアンとして活躍していた人だぜ。え、小松さんって他界してたの？ああ、2020年の11月14日に癌によって78歳でこの世を去っている。そうだったんだ。小松さんは高校卒業後の1961年に俳優を目指して上京し、いろんなアルバイトをやった後に自動車のセールスマンになる。そしてある時雑誌に掲載されていた植木仁さんの付き人募集を見て応募し、1964年から植木さんの付き人になるんだ。ふむふむ。すると昭和30年代から40年代にかけて人気のあった番組、シャボン玉ホリデーに出演するようになり、セールスマン時代のエピソードを元にしたみろ、お前のせいで怒られちゃったじゃないか。もう、知らない、知らない、知らない、もう、っていうのが受けまくって一気に人気者になる。それからはたくさんバラエティ番組に出るようになって白毛鳥音頭という曲が大ヒットしたりもするんだ。確か役者さんとしても活躍してたよね。ああ、俳優としてもテレビや映画に舞台と幅広く活躍し、映画のエキステーションやドラマの前役お袋様など、数多くの作品に出演してコメディーものからシリアスな役まで演じていたぜ。病気を発見したのは突然のことだったの。みたいだな。小松さんは2019年の10月31日から11月4日まで、芸能活動の集大成的な作品となる、うつつ小松政夫の大生前奏という舞台を東京でやってたんだが、その舞台の公演が全て終わった後に体調を崩してしまい、病院で癌であると診断されて入院することになったんだ。生前奏って本人が生きてるうちに自分の葬儀をやるってやつだよね。そう、いわゆる終活の一つだ。だからすごいタイミングで癌が発見されたとも言えるな。ほんとよね、それで入院したまま、っていうことかしら。いや、その後入退院を繰り返すようにはなったが、抗がん剤治療を受けながらドラマやラジオにも出演してたんだ。だけど2020年の11月に入院した時には容態が回復せず12月7日に息を引き取ってしまったんだな。癌が発見されてからたったの1年でってことか。癌は本当にあっという間だしな。みんなすぐに痩せちゃうもんね。誰でもすぐに治せるようになったらいいのに。治療方法の研究はずっとやってるからいつかそんな時代が来るとは思うけどな。それじゃ次行くぜ。お次は結城哲也さんだ。結城さんは1941年生まれで芸人や俳優をやっていた人で、大きなセンスを使った。ハリセンチョップで一世を風靡したチャンバラトリオのメンバーとして活躍してたぜ。チャンバラトリオって名前は聞いたことあるかも。結城さんは大学を中退した後1960年に東映へ入り高倉健さんの付き人となる。そしてキラレ役などで映画にも出演するようになり、1968年にチャンバラトリオへ加入することになるんだ。加入ってことはもともとチャンバラトリオはあったんだね。そう、結城さんと同じくキラレ役をやっていた俳優3人がチャンバラトリオとして活動していて、一人のメンバーが病気になったタイミングで代役として結城さんが加入したんだな。それでその病気だった人が復帰してからは4人で活動するようになるんだ。へえ、それじゃみんなもともと俳優さんだったんだね。そうだ。そして1972年にチャンバラトリオは上方漫才大賞で奨励賞を受賞すると、1976年には同じく上方漫才大賞で大賞を受賞し、1970年代に漫才界で有名な存在となる。だけど結城さんは1980年に月亭課長さん、波佐間寛平さんと一緒に、野球賭博に関与したことで謹慎処分となり、その後チャンバラトリオへ復帰したが1983年に脱退するんだ。あらら、寛平さんって過去にそんなことがあったんですね。そして1990年に再びチャンバラトリオへ復帰すると、その後はビートたけしのお笑いウルトラクイズにたびたび出演するなど活躍を続けるが、1994年にメンバーの一人が借金問題によって事務所から解雇され、そのタイミングで結城さんは俳優に転向することを決意しチャンバラトリオから脱退する。なんだか忙しいわね。でもあれか、もともと俳優さんだったわけだし別に変な話でもないのかな。だな。そしてそれからはこわもての役者さんとして活躍し、極道の妻たちに出演したり、南の帝王にレギュラー出演するなど人気の俳優さんとなり、さらに V シネマの作品にプロデューサーとしてたくさん関わるようにもなるんだ。
それじゃ俳優としても大成功したんだね。そう、だけどその裏では長年にわたり糖尿病を患っていて、2020年の12月中旬にその病状が悪化したことで入院をし、その頃から意識がはっきりしない状態が続いていたという。そして2021年1月4日に結城さんは敗血症によって79歳で息を引き取ったんだ。入院してから半月ぐらいでそんなことになっちゃったわけか。敗血症ってよく聞くけどどんな病気なんだろ。敗血症は体内に侵入してきた細菌によって免疫が過剰反応を起こして全身の臓器が機能不全に陥るというもので、世界中で毎年およそ1100万人もの人が敗血症によって命を落としてるんだぜ。そんなに多いんだ。敗血症って怖い病気だったんだね。それじゃラスト行くぜ。最後は烈豪庄司さんだ。庄司さんは1940年生まれの芸人さんで、お笑いトリオの烈豪三匹でリーダーとして活躍した人だぜ。リーダーってことは写真の真ん中の人かしら。そうだ。それで庄司さんは高校生の頃から割と有名だった人で、後に芸人となるお兄さんのルーキー新一さんとラジオの演芸番組や素人参加番組へ出演もしてたんだ。ふむふむ。そして高校卒業後は会社勤めや塾の講師をやっていたが、1963年に演芸の道へ進むことを決意し、その後は横山やすしさんと横山やすし隆を結成するが1年後に解散する。へえ、やすしさんとコンビだったんだ。その後お兄さんが設立したルーキー爆笑劇団に在籍するが、1967年にその劇団が活動停止となり、その時劇団のメンバーだった二人と一緒に烈豪三匹を結成するんだ。なるほど。それよりさっきから気になってるんだけど、なんで烈豪じゃなくて烈豪なんだろ。別に深い意味はないらしく、語呂がいいっていうのとサインが書きやすいっていう理由で烈豪にしたそうだ。なるほど、語呂か。確かに烈豪の方が言いやすいかも。そんな烈豪三匹は舞台を広く使って走り回るなど体を張ったどつき漫才で人気となり、南春夫でございますとボケて二人から平手打ちをされるのがおなじみのつかみとなっていた。そして1971年に上方漫才大賞で新人賞を受賞し、1973年には同じく上方漫才大賞で大賞を受賞する。ふむふむ。1980年代になると人気の音楽バラエティ番組だった。ショーアップ歌謡大作戦にレギュラー出演するようになって、そこで烈豪三匹の知名度が一気に上がることになる。だけど1990年代以降はトリオとしての活動が休止状態となってしまい、庄司さんは一人で漫談や俳優の仕事をやっていくようになるんだ。烈豪三匹は解散しちゃってたの。2014年にメンバーの淳さんが脳出血で他界した時に事実上の解散となっていたようだ。そしてそれから間もなく庄司さんは病院で認知症と診断され、介護付きの老人ホームへ入居し療養するようになり、2020年の9月29日に肺炎によって80歳で息を引き取ってしまう。庄司さんはその3ヶ月ほど前から体調を崩して病院へ入院していたが、肺炎を引き起こしたことで容態が急変してそのまま帰らぬ人となったんだ。肺炎って風邪みたいな病気なんだっけ？症状は似てるけど風邪よりももっと症状が重く長引くもので、熱や咳のほか胸に鋭い痛みが走ったり呼吸困難になったりもする。肺炎によって命を落とす人は日本だけでも毎年10万人以上もいて、命を落とす要因として常に上位になってるんだぜ。10万人もいるんだ。私は肺炎って昔の危険な病気っていうイメージだったからびっくりだよ。確かに昔の方が危険なものだったが、戦後に抗菌薬が登場したことで命を落とす人がかなり減ったんだ。それでも毎年10万人もいるんだね。体力が低下している高齢の人だと症状が重くなりやすく、年齢が高くなるほど命を落とす人の割合も多くなるんだな。なるほど、それよりテーマが重いからそろそろ限界だわ。OK。というわけで今回は他界してしまった芸人さんを7人ほど紹介してみたぜ。つくよ大丈夫か？うん大丈夫。でもあれね、どれもご病気によって他界した内容だったからちょっと身近な話にも聞こえたよ。今回紹介した人は皆さんお笑い界に大きな功績を残した人だし私たちも見習わないとな。おばあちゃんになるまでゆっくり解説しないとね。ああ、二人で伝説になっちゃおうぜ。それじゃ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。